こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日も質問にちらっとお答えしたいと思います。コウさんという方でございます。はじめまして、質問させていただきます。聖子さんはアルバムやシングルの曲以外にもコマーシャルだけで流れる CM ソングを歌われていましたよね。もちろん社名や商品名が歌詞に入った明らかな宣伝用の歌もあるんですが、中にはあれシングルの曲じゃないのとかアルバムの曲みたいな完成度なのに、実際には CM だけでしか使われず発売はされないような曲も多々ありました。そういったレベルの曲になると若松さんのプロデュースによるものなのではと感じたりもするのですが、そういったレコードになっていない CM ソングにも携わっておられましたか。いやー難しいね。あんまり多くはね、いわゆるそのコマーシャルだけ、その歌と関係なく、そのコマーシャルだけはね、いくつかはありましたよね。一番覚えてるのはね、渡辺貞夫さんっていう、世界的に有名な鍋貞さんっていう通称、おっしゃってますけれども、渡辺貞夫さんにね、私がお願いして、それでね、何のコマーシャルかな作っていただいて、それは歌にはなってなかったですね。ですから、あと、まあ全部が全部じゃないですけれども、まあね、歌に絡んでるやつは基本的には、私がね関わって、そういう代理店の方とか、もろもろ関係者と一緒に作ったりはしてましたですけれども、歌と関係なくっていうのはね、まあ少ないのは少ないね。今覚えてるのは、だからその渡辺貞夫さんに作っていただいたコマーシャルソングですかね。だからまあね、私もね、コマーシャルソングつぶさに全部聞いていたわけではないんで、私の知らないところでね、結構流れたりしてたりもしたのかもしれないですけれども、まあ少なくてもそんなに多くそのコマーシャルだけというのは少なかったと思うんですよね。ただ私がやってずっとね、まあ、昭和55年のデビューからずっとやってたんですけれども、私がその直接ね、こうプロデュースやってて、それでその CD 関係なく、歌と関係なく、そのコマーシャルだけということがあってもね、多分私以外に勝手に誰かがやったってことはそんなにないんじゃないかな。ですから具体的にね、こんなコマーシャルがあったんですけれども、これはどうなんですかねっていうふうに具体的に言われれば、当時のことですので、多分、全部記憶には入あると思いますので、まあ一つまた具体的なお話でもあればぜひご連絡いただければ助かります。ありがとうございます。